はい、億万長者合宿楽しみにしましたね、今回もお届けしていきますよ。何に苦労するかっていうテーマで吉谷さん送っていただいたんですけども、私はねそこからちょっとね、切り替えて結局やっちゃいけない方向に向かうっていうタイトルにしましょうか。ネットビジネスで稼ぎたいっていう人が一番最初に直面するのが一点集中をやるぞって決めるんですよね。よしこれにこだわっていくぞって言って、例えば FX やるんですよ。 FX ガーってやるうちに FX って今日明日利益が出ないんですよね。ですので FX ずっとやっていく中で、あれどうやるのかなと、ちょっとまあ FX やりながら YouTube でもアップロードしてリスクヘッジしようかみたいな気持ちになるんですよね。で FX を一生懸命やればいいのに YouTube の動画を作ったりとかアップロードする時間とかネタ探しにいろんな書籍を読んだりね、 YouTube 見たりするっていう風に意思をもうすでに分散するんですよ。で今度はアフィリエイトやっていこうかなとかね、もしかしたら YouTube とか FX ちょっと時間かかりそうだからアフィリエイト手っ取ればいいんじゃないかなと思ってアフィリエイトとりあえずやってみるんですよ。で自己アフィリエイトやると売り上げが立つんで、しばらく自己アフィリエイトをちょっとやるんですよね。そしたら売り上げポンポンポンと立つんで調子に乗るんですけども、その間 FX の投入時間減って、で YouTube の投入時間減って、でアフィリエイトはそんなに時間取れずにって感じになっちゃって、しまいにはねもういろんなところからネタとかヒントを探そうと思って、必要な時間だと思って YouTube をたくさん見るんですよ。たくさん見てもう本当にのべつ幕なし、 YouTube を聞きながらいろんなね家事をやったり別の作業をやったりとかするんですよね。この時間が全部無駄だってことに気づいてないんですよ。いや無駄なんですよこれ、みんなそうなるんですよ。でしまいにはね YouTube をたくさん見ると他の儲かる方法を教えてくれるような塾とかがもう何視野に入ってくるんですよね。でその塾をずっと見てしまいには買うことを検討してるんですよ。でこうやって、まあ、いわゆるカモンへの道に入っていくというかね、全部ダメになるんですよ。繰り返し繰り返し言うんですけども、今お話したやり方っていうのはやっちゃいけない方向に向かうんですよ。これはね苦労するだけで終わりなんですよ。何の見返りもない報いもない苦労なんですよね。これは人生が無駄になる苦労だと思います。じゃあこのエネルギーをすべてね FX でもいいし YouTube でもいいしアフィリエイトでもいいし、もうとにかくね一つに集中したらどうなりますかってことなんですよ。とにかく朝起きてですね、もうすぐに、YouTube をもうアップロードすると、 YouTube 作ると、で寝るまでそれをやってるというね、1日に30本とか40本になってきますよね。で10日経ったら300本400本になってきて、まあ1ヶ月でねもう1000本とか超えるわけですよ。むちゃくちゃすごくないですかそうなったらね。でもその間 FX もやらないしアフィリエイトもやらないしブログも書かないし、そして他の人の YouTube も見ないしって感じになるんですよ。一強ですよね。ね、そしたら動画の本数ってのが1000本2000本って溜まっていくわけじゃないですか。やってる自分でも自信になりますよね。でさすがにそこまでやってるとどんな動画が当たるのかなって分かってくるんですよ。つまり自分のやってきたことが全て教材になるんですよね。人の動画を見て教材を漁ってる暇はないんですよ。自分のやってきたことが全て教材になって10本20本上げていく中で、あれこのタイトルちょっとつかみいいんじゃないのみたいな感じで似たようなタイトルをつけていく、この動画次のシリーズ作ったらもしかしたらウケるかもなと思ったらそのシリーズを続けていくみたいな感じで、自分の乱発した動画の中で少し当たったやつがあったらそれをね増幅するって作業が変わっていくんですよ。これ全て朝から晩まで YouTube をやるってことになりますよね。とか一点集中完成なんですよ。その間ブログもやらない、アフィリエイトに興味持たない、他の人の動画も見ない、当然 FX もやらない、全て他のことをやめてもう他の世界が存在しないかのようにね YouTube だけやるみたいな感じなんですよ。で自分の YouTube の発信の、まあ、本筋ができていくってことになるんですよね。いやはっきり言ってねそれは報いのある苦労なんですよ。次につながる苦労なんですよ。でそういうふうな苦労を買っていかないといけないのになぜかねやっちゃいけない方向に向かうんですよ。何にもない苦労をやっちゃうんですよ。でこれだけ頑張ってるから何かあるんじゃないかなと思うんですけども、残念ながらそれはないんですよね。一点集中以外に成功できる方法はないです。私たちは普通の人間ですからね。普通の人間は一つのものを得ようと思ったら他のものを諦めるところから始めるんですよ。前も言いましたけど浮気はダメなんですよ。この人と結婚しようと思ってね、大好きな女性を見つけたらそれこそね他の女の子の携帯電話番号を全部消すみたいな覚悟がいるんですよ。そうなったら嫌おなく一人の人に集中するじゃないですか。こっちの人にも気があるんだけどなみたいなことを考えたらやっぱり迷っちゃうんですよね、そうなって収拾がつかなくなって本当だったらうまくいくべきものもうまくいかなくなっちゃうってことがありますんで、私はねやるべき方向に向かっての苦労はいいんですけども、やっちゃいけない方向に向かう方が本当にほとんどなんで、そこはね本当に今まで1000人以上の塾生さんを、まあ、お世話させてもらいましたけども、ダメになっていく人っていうのはこのやっちゃいけない方向に向かうんですよね。あれやこれや知ってるんですよ。
ダメなんですよ。あれやこれや知ってちゃいけないんですよ。一つのことだけむちゃくちゃ詳しければいいんですよ。それだけなんですよ。他のことは無知でもいいんですよ。まあそんな感じですかね。億万長者になるためには稼ぐことだけが得意になる。そうなんですよね。そういうことなんですよね。だから今 FX をやってる方、他のことやらない方がいいですよ。 FX やりながら他のことやるんだったら FX をやめてください。じゃないとそんなね、掛け持ちでうまくいくこと、うまくいくことはないですね。それはね、ビジネスじゃないんですよ、それは。いやこれがね、本当に言いたいなということです。はい。で、結論ね、お金を稼ぎたかったら一つのことだけをずっとやる。それだけです。それだけでいいんですよ、逆に言うと。ね、勤め人っていろんな要素が求められるでしょ。全てのことをそつなくこなさないといけないじゃないですか。でもインターネットビジネスって一つのことだけがバカなようにできてればいいんですよ。他のことは完全無知でもいいんですよ。まあそこがね、本当答えなんですけども、信じるか信じないかあなた次第っていうか、信じないからうまくいかないんでしょうね、きっとね。私は信じてここまで来ました。今じゃ隠居暮らしでございます。40から始めて43にはこの暮らしが手に入って、以来平凡で社会から何の声もかけられないようなね、本当に隠居でございます。ありがとうございます。